ああ、夏が来るたびに理想のボディを手に入れようと決意をするのに、一度も成功した試しがない。そんな人のために、今日は1日たった4分でできる腹筋エクササイズを用意しました。理想のお腹を目指してゴー。1、デッドバグ。仰向けになり、両腕をまっすぐ天井に向け、足は直角になるよう持ち上げてください。肘を曲げずに左手を頭上の床目指して下ろし、右足もまた床へと下ろします。左腕と右足どちらも床と平行になるようにしてください。最初のポジションまで戻ったら、今度は右手と左足で繰り返してください。両手両足を入れ替えながら30秒続けましょう。 GO! デッドバグ、死んだ虫なんて誰が名付けたんでしょうね。おかしな名前だと思われるでしょうが、このエクササイズは初級者にも上級者にもおすすめの運動です。首と腰部分に負担もかからないので、ウォーミングアップとしても最適です。ただし、手足を下げるときに床に触れないよう気をつけてください。触れるか触れないかぐらいのギリギリが理想です。終了、いい感じです。 2. 横移動プランクウォーク。腕をまっすぐに伸ばして肩幅に開き、両足はつま先でのみ支えるようにしてください。背中から足まで完全にまっすぐに。その姿勢で右腕と右足を床から同時に持ち上げて右へと移動しましょう。それに続けて左手と左足を右へと移動させ、最初のポジションに戻ります。次は左手と左足から左側に横移動させ、それに続けて右腕と右足も左へと移動させて初期位置へと戻るだけです。プランクのないトレーニングなんてトレーニングじゃありませんよね。このエクササイズはいつもと違う鍛え方ができます。横方向に動くプランクは、普通にプランクをするよりも体幹全体にいい刺激を与えられます。移動は極力スムーズに、体をコントロールしてください。タイムアップ。3、プランクホップ。やり方はとてもシンプルです。腕をまっすぐに伸ばしてプランクポジションを取ってください。手のひらが肩の真下に来るように、両足を常に合わせ続けることがこのエクササイズの肝です。さて、ホップとジャンプで両膝を右肘に近づけるように足を持っていってください。またジャンプでスタートポジションに戻ったら、今度は左肘にくっつくくらい両足ジャンプします。これで1回です。このエクササイズはバーピージャンプにとても似ていますね。このエクササイズを試したことがあるあなた、どれほど辛い運動か知っていることでしょう。しかし、プランクホップほど腹筋を鍛えるのにシンプルかつ効果的な運動はありません。激しい運動ほど効果的なのは当然ですよね。素早く飛べば飛ぶほど有酸素運動として効果が上がりますが、無理はせず自分に合ったペースで運動してくださいね。はい、終わりです。さあ、次に行きましょう。4、クラブトゥータッチ。膝を曲げてマットの上に座ります。両足は揃えて、両手は指が背中の方を向くように体の後ろで床にペタッと置いてください。手と足で体重を支えるようにしながら、床からお尻を持ち上げましょう。ゆっくりとしっかりした動きで、右足をできる限りまっすぐに持ち上げ、同時に左手で右足のつま先に触れてください。スタートポジションに戻ったら逆側で繰り返します。左足を持ち上げたら右手で触れるです。クラブトゥータッチは体幹のトレーニングに最適です。その姿勢のおかげで、このエアロビクス的運動中は常に腹筋と背筋に負荷をかけられるんですから。おまけに肩やお尻の筋肉も鍛えられますよ。ただし、このエクササイズでは床に座らないようにしてくださいね。ナイスジョブ。5、上腕サイドプランクヒップディップ。右腕前腕で体を支えるようにして、サイドプランクの姿勢をとってください。両足は揃えて、左足を右足の上に乗せるようにします。右腰を下げて床に触れさせたら、最初の姿勢に戻りましょう。これを30秒続けてください。いつも通り焦ってやらないように。腹斜筋に負荷を与えられるサイドプランクは、理想のウエストラインを作るのに効果的です。もうお腹のはみ肉に怯えることはありません。まるで福音のように耳に響きますね。
プランクは姿勢が何よりも大事ですので、腰を浮かせている状態の時は体が完全にまっすぐになっているように気をつけてください。さあ、もう終わりますよ。ストップ。6. レッグリフト。足と腕をまっすぐにして仰向けになってください。息を吐きながら両足を揃えて持ち上げましょう。この時、膝を曲げないようにゆっくり動かすことが大事です。そして息を吸いながら床に触れるか触れないかぐらいまで足を下ろしてください。 2,3 秒後もう一度持ち上げます。さあ、タイマーはきっかり30秒に。レッグリフトをしている間、特に腰に注意するようにしてください。腰を反らせてはいけません。さもないとエクササイズは逆効果となってしまいます。このエクササイズは体幹、特に下腹部の筋肉を鍛えるのに最適です。今こそお腹の贅肉とさよならする時ですよ。終わりです。 7. ダウンドッグ腹筋運動。プランクの状態からダウンドッグのポーズに移行しましょう。自分の体で逆 V 字を作るようにお尻を持ち上げてください。足、腕、背中をまっすぐにし、両腕を肩幅に開いて頭が腕の間に入るようにします。次に右足を天井に向かって上げ、ピンと伸ばしましょう。右足を引き戻しつつ、膝を曲げて右肘に触れるくらいまで足を持っていってください。腕はまっすぐに保ってくださいね。ズルはいけませんよ。もう一度右足をまっすぐのまま持ち上げたら、今度は膝を曲げて左肘まで持っていきましょう。それから足を入れ替えて同じ動きを左足で行ってください。最初に持ち上げて左の肘に、持ち上げて今度は右肘の方へクロスさせます。少し分かりづらい運動かもしれませんが、1回でもやってしまえばすぐに慣れます。このエクササイズもやはりご多分に漏れず素晴らしいもので、体幹とお尻がターゲットです。引き締まったお腹とタイトなお尻、まさに一石二鳥です。さあ、この1回で終わりです。最後のエクササイズにかかりましょう。8. ウォリアーバランス。まっすぐに立ち、右足を上げて膝が腰の高さに来るようにします。両手を上げたら肘を曲げて肩の高さに拳が来るように、左足だけで体を支えながら腰を曲げて前方に倒れつつ、同時に腕を前に伸ばし右足を後ろに伸ばします。左足でバランスを取るために膝をわずかに曲げてみましょう。フォームには気をつけてくださいね。片足を除いた全身が直線を描くようにしましょう。腰は曲げないでください。数秒キープしたら初期位置に戻ります。このエクササイズでは筋肉に負荷がかかっていないように見えるかもしれませんが、実際にはバランスを取るというのは重労働なんです。ウォリアーバランスでは体幹全体のコントロールを行うことで、筋肉を鍛えるだけでなく全身を使うことでお腹の脂肪を燃やせるようになります。またお尻やハムストリングスにも負荷はかけられているので、一石二鳥ならぬ三鳥の効果ですね。さあ、これで終わりました。いい汗かきましたね。この動画を定期的に見て簡単エクササイズをしていただけたなら、必ずや夢のパーフェクトボディを手に入れられるでしょう。さらにお尻も鍛えられ、体力作りにもなるエアロビクスや有酸素運動、柔軟性を高めるストレッチにもなりますよ。これに加えて健康的な食事と水分の摂取は忘れないようにしてください。他にも理想の腹筋を得られる簡単エクササイズを知っていますか？コメント欄で教えてください。ぜひ動画に高評価とお友達へのシェア、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ブライトサイドで人生をもっと明るく。